日本の交通、日本の交通では、日本の交通の歴史や状況などを述べる。蒸気機関や内燃機関が導入される以前において、日本の支配層は、交通を活発にすることに、あまり好意的ではなかった。その理由としては、伝統、秩序の保持や、軍事的な理由などが挙げられる。日本初期においても、人々の往来を妨害する紙。 公人や地元の人々の存在が多数登場しており、大化の改新直後においても旅人がその地域の監修を地図に近畿を犯したために、地元の人々に処罰されていることが問題視されているなどの記載がある。国家としての形態を成すために、日本においても、都と諸国の国府を結ぶ主要道路は整備された。しかし、地方間の交通は、 農民の逃亡を助けることになるとして、使用感道を除いてほとんど整備されず、地方の川には年貢を問え運ぶ時だけ船橋で渡せば、良いと考えられていた、日本気略の暦二十年五月期の絵犬城。江戸時代においても、軍事的、政治的理由から、大きな河川には、橋が架けられず、鎖国、海禁政策や大船建造の金、武家諸ハッの一部が出されたほか、 江戸防衛を理由に、街道筋で、牛馬車など車両を使用した物流を禁じる方針を、とった。このため日本の道路は舗装されることがほとんどなく、車輪を用いた車は、第八車といった、荷物運搬用以外に用いれることは、銀車などしかなかった。馬の使用についても制限が加えられていた。物資の輸送には、川船や小型の商船が用いられており、大都市では、 水路が発達していた。明治維新を経て日本は近代国家へと成長をしていく。鉄道網を構築することが優先された。道路については第二次世界大戦後に本格的な整備が始まった。高度経済成長期には本格的な自動車専用道路である高速道路が日本で初めて登場した名神高速道路。 その後は1964年東京オリンピックや1970年大阪万博などを契機に新幹線や都市高速道路整備が始まり現在では総延長1万4000キロメートルの高速道路網が整備されており新幹線についても整備が進んだしかしモータリゼーションの進展による中心市街地の衰退など様々な面で歪み抱えている古代は 実料制の整備に伴い、液性が敷かれて、と、機内と地方の間に道路が整備され、液化が置かれた。これを古代感動というが、古代感動は、地方広域区分であるご気なな道に沿って整備された。中世には、都市の発達に伴い、年貢や物資の輸送の必要性から、陸上交通が整備され、定期市なども開かれた。これに伴い、港や、 海線も整備され、海上交通や海上輸送も行われるようになる。交通の要所には、幕府や戦国、大名や有力寺社などが席を設置して、席船が徴収された。江戸を新たな中心として、日本各地で街道の整備が進められた。経済発展に伴って、水上交通が盛んになり、海上航路の開発や運河の整備が行われた。 明治に入ると近代国家になるために交通網を整備する必要があった。整備を進めやすいために道路よりも鉄道を優先して建設された。鉄道の建設には多くの問題や妨害があったが、品川、横浜間で仮営業が始められた後、新橋、横浜間の営業が始められた。これを契機として官民による鉄道の建設が進められた。 都市内においては路面電車や地下鉄が整備され馬車の走行のためにガス灯の設置や舗装が進められた。しかし地方の道路整備は地地として進まず幹線道路でも自動車の通行に適さない区間が大量にあった。第二次世界大戦中まで自動車用の道路の整備があまり進まず国道にあっても舗装率は非常に低かった。経済復興のため 名古屋と神戸を結ぶ名古屋、神戸高速道路、現在の名神高速道路が経営されたが、高速道路の計画を立てられる、交通工学の技術者が日本にはいなかったために、国際連合に要請して計画書が策定された。それが1956年に出された、ワットキンスレポートである。その中で、日本の道路は信じがたいほどに悪い。工業国にして、これほど道路を無視してきた国は、 日本の他にないと述べられた。この報告書も後押しとなり、日本の道路整備は飛躍的に進んでいく。鉄道においては高速化のために、蒸気機関車から機動車、ディーゼルカーへの転換や電化が進められていった。廃線の影響で航空機の開発を制限された日本では、航空機製造の分野では振るわなかったが、戦前に活躍した技術者の多くが替いすることで、 日本の自動車産業の成長を支えることとなった。1964年の東京オリンピックに合わせて、東名高速道路の建設や東海道新幹線の開通などが相次いだ。東京の首都高速道路も1962年に一部開通し、これは日本初の都市高速道路でもあった。1960年代後半頃からマイカーの普及が本格化し、 自動車の台数が大幅に増加したモータリゼーション。その一方で道路や自動車の利用環境の整備の遅れなどから交通事故も激増し交通戦争と称された。暴走族の出現も問題となった。交通事故防止の対策として横断歩道橋などの設置による歩車分離を実施していった。乗用車の保有台数は1971年。 昭和46年には1000万台に達した。在来鉄道がモータリゼーション進展の波に押されて停滞する。一方で、高速旅客鉄道である新幹線は、日本の大動脈へと成長していく。自動車と航空旅客輸送の間を埋める日本の新幹線の成功により、停滞傾向にあった鉄道を見直す機運が高まり、ヨーロッパやアジアの国々にも高速旅客鉄道を、 登場させる動機となった。資源の多くを海外に頼る日本では、戦前から造船技術が発達し、戦後も大型タンカーなどの建造が活発に行われ、鉄工業と共に日本の経済と物流の一翼を担った。空港の整備が進められ、航空輸送が徐々に拡大した。円の価値が一段と上昇した1980年代以降は、 海外へのビジネスや旅行の渡航も活発になった。高度成長期までは日本の道路は劣悪であったが、1960年代移行左官に道路建設が行われ、全国に高水準の道路整備が行き渡っている。高速道路の建設も進み、ほぼ全国に高速道路網が整備されている。安全対策の進展により、 交通事故による死者数は減少しているが、交通量が増え高齢化も進んでいることから、交通事故数は増加し続けている。現在の財政状況から道路整備予算は圧縮される傾向にあり、道路公段民営化や道路特定財源の一般財源化など制度面での変化が起こっている。日本では都市部を中心に鉄道の需要が非常に大きく、地下鉄や 通勤鉄道路線の整備が続いているが、地方では車の利用増加に伴って鉄道の利用割合は減少を続けており廃止される路線もある。一方で交通が便利になり経済発展につながるという理由で新幹線が整備されていない地域では新幹線を求める声が依然として大きい。地方では既存路線がライトレール化されたり、富山ライトレール、 パークアンドライドのための駐車場の整備がされたりしている。JR 東海はリニアモーターカー方式である中央新幹線の整備を行うことを決定しており、日本の鉄道網の高速化はさらに進むことになる。九州ではすべての県に空港があるなど全国に空港の建設が行われた。しかし中規模の空港が乱立し、投資が分散して、 ハブ空港となるような空港の建設は行えていない。成田国際空港は東アジアの拠点空港という地位を保っていたが、着陸量が高いために旅客需要を香港国際空港やインチョン国際空港、韓国などに奪われつつある。地方の中小規模空港では多額の建設費をかけて開港にはこぎつけたものの需要不足に苦しむ空港も少なくない。 交通体系や道路地図などでは地形的条件にのっとり、律令時代の五季七道や江戸時代の五街道などを目安として地方を区分することが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。